皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。時は12月上旬、今季はすでに2度の寒波が襲ってきて、すっかり冬らしくなりました。ミツバチは越冬中です。今回は冬季のスズメバチ対策の試みについてお話ししましょう。このシリーズでは春から秋にかけてのスズメバチ対策をすでにいくつか紹介してきました。すなわち巣箱の巣門付近へのビーガードの設置、やはり巣門付近への網の設置、巣箱周辺での各種トラップの設置、そして養蜂場めがけて飛んでくるスズメバチを捕まえて処分するという方法でした。こうした様々な駆除法に対して、今回新たに冬場の手段として試みようとしていることは、越冬中のスズメバチを掘り出すというやり方です。スズメバチが越冬している場所の候補として、ここで特に注目しているのは、まず草の根の周辺の土の中、ついで根ごと倒れた木の根の周辺についている土の中、あるいはよく腐った切り株の中、最後に倒れた木の幹の中ですが、これもよく腐って柔らかくなった部分が狙い目です。こうしたターゲットを掘り崩して中に身を隠しているかもしれない獲物を見つけ出そうというのです。次はスズメバチ掘りの際に使う道具を紹介しましょう。まずツルハシです。用途は硬いものの破砕です。そして比較的柔らかい対象を徐々に掘り崩すためには移植ごてを使います。こうした道具を使って先ほどの目標物を掘るスズメバチ掘りのやり方は、実はこの養蜂場でも夏にしばしばその姿を見かけることのあるオサムシを冬期間に採集する方法と実は同じです。スズメバチ掘りは愛好家の多いオサムシ掘りの応用なのです。さて、こうやって始めたスズメバチハンティングではありましたが、最初の2日間は全く成果を上げることができませんでした。2日間でこのために費やした時間は合計で3時間ほどでした。その3時間を使って掘るポイントを探すために徒歩や車で移動したり、また見つけたスズメバチが眠っていそうな場所を実際に掘ったりしたのです。ここで成果を得ることができなかった理由として考えられるのは、一つは先ほど紹介したようなおあつらえ向きの箇所があまり見つからなかったということです。そこにはクマを警戒して車から遠く離れて山の奥にまで踏み込んで入っていくことがためらわれたということがあります。そのため探索する範囲が道路沿いの狭い範囲に絞り込まれてしまったのです。また稀にいい標的を見つけた場合でも、氷点下の低温のためにガチガチに凍りついていて、なかなか思うようにはそれを掘り崩すことができませんでした。こうした反省点を踏まえて、2日後に歌詞を変え、今度は札幌でスズメバチ掘りを続行しました。この日の日中の天気は晴れ、札幌の最高気温は9度に達し、最低気温でも2度ありました。12月上旬の札幌の平年の最高気温と最低気温はそれぞれ4度とマイナス2度ですから、当日はこれらよりも4度から5度高くて、この時期の札幌としてはかなり暖かい日でした。またこの辺りにはクマの出没情報はなく、そのため車から離れて安心して徒歩で奥にまで進んでいくことができました。こうして試行錯誤の末に、朽木の中からようやく1頭のスズメバチを掘り出すことができました。オオスズメバチのようにも見えますが、体長3センチメートルほどで、オオスズメバチの女王バチだとするとかなり小柄です。あるいは小型スズメバチであるのかもしれません。腐った切り株の苔むした樹皮の下にいました。切り株の樹種まではちょっと特定できません。越冬している場所から外に出してみました。刺激を与えると足がゆっくりと細かく動きます。ここで一つ注目したいのは越冬中の姿勢です。その顕著な特徴は、2枚の羽が腹部の覆面の下に畳み隠されるようになっていることです。これはスズメバチの越冬姿勢を特徴づける点のようです。
こうやって仰向けにした時点で、この個体がオオスズメバチではなくて小型スズメバチであることがはっきりとしました。小型スズメバチでは頭順の下側の突起が3つあります。それに対してオオスズメバチではこの突起の数は2つです。このように小型スズメバチとオオスズメバチの違いは大変に微妙です。また小型スズメバチもオオスズメバチやキイロスズメバチと比べると少数とはいえ、養蜂場にやってきてミツバチを襲います。ですから私たちが養蜂場でとっさの判断でオオスズメバチであると認識しているものの中にも、もしかしたら小型スズメバチが混ざっているのかもしれません。さてさらに1時間ほど探したところで、今度は倒れて腐った白樺の幹の中からキイロスズメバチを見つけました。北海道ではキイロスズメバチはケブカスズメバチと呼ばれています。掘り出した時にこの個体は羽をお腹の下に畳む例の越冬姿勢をどういうわけか取ってはいませんでした。取れた個体は酢酸エチルを浸した脱脂綿入りのゴムパッキン付きガラス容器の中に収納して持ち帰りました。結局この日は徒歩で移動しながらのスポット探しと実際に掘っている時間等を含めて2時間を費やしましたが、取れたのはこの2頭だけでした。スズメバチ掘りは攻めの防除手段としての意義はあるものの、効率性の点で課題がありそうです。今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。登録・高評価で応援していただけると大変に励みになります。よろしくお願いします。それでは次回またお会いする時まで、ごきげんよう。さようなら。